今回はしっかりと腕を使いながらね、ダイエットに効く歩き方について解説していきたいと思います。だいたいですね、水の深さ、腰ぐらいの深さなのかなと思いますね。浅いところで行うようにしていきましょう。どういう動作かと言いますと、足を前に出したときに その足と同じ手ですね、肘を曲げたところから伸ばすように行うようにします。はい、こういうところから1、2、3、こんな動作ですね。腕はですね、体と同じラインで動くようにしてください。注意点は、肘が開いてしまうと腕の動かす方向がずれてしまいますので、しっかりと脇を締めながら行うようにしてってください。脇を締めながら、はい、どこに効いていくかというとですね、かなりこの腕の筋肉、この腕の裏側ですね、二の腕です、使っていきます、ね、ここの引き締めにつながります。しっかりと姿勢をまっすぐコントロールしながら行うようにしてみてください。はい、負荷はですね、そこまで強い運動ではありませんので、できる限り長い距離を行うようにやっていただきたいなと思います。はい、今回は以上です。